セタノから橋、セタノから橋、セタノからワシ、セタから橋、セタか,から橋は、滋賀県を移し、セタから橋町のセタ川に架かる橋である。全長二二百十三点七メートル、大橋約百七十二メートル、小橋約五十二メートルで、滋賀県道二号大津の戸川長浜線がこの橋を渡る。京都の宇治橋、山崎橋と並んで、日本三大橋、 日本三名郷、日本三古橋の一つとされてきた。また、大見八景の一つ、瀬田の関章、瀬田関章として知られる。1986年、昭和61年8月10日の道の日には、旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選にも選ばれている。瀬田の唐橋は、歴史上、様々に表記、故障されてきた。 瀬戸橋や瀬田橋、瀬田大橋のほか、瀬田の唐橋とも記される。また、瀬田の長橋とも称された。かつて架けられた橋は、丸木船を横に何層も並べ、富士の木を利用し、その鶴を絡めた橋で、唐み橋とも称された。この、唐み橋から、唐橋に転化し、また、架け替えられる中で、中国や朝鮮半島の様式を模した唐洋が、 取り入れられたことにより、唐橋の他に、新橋、半橋とも記された。その他にも柳の木のように流霊であったことから、別名として、青柳橋とも呼ばれた。東海道、東山道、中山道方面から京都へ向かうには、琵琶湖を渡るか南北いずれかに迂回しない限り、琵琶湖から流れ出る瀬田川を渡る必要がある。1889年、明治22年まで、 瀬田川に架かる唯一の橋であった瀬田の唐橋は交通の要衝かつ京都防衛上の重要地であり古来唐橋を制する者は天下を制すと言われた唐橋を舞台として繰り広げられた人心の乱、樹衛の乱、上級の乱、剣舞の乱など橋は昔から様々な戦乱に巡り合ってきたそのため古代より何度も焼き落とされたとされるがその度に 当時の浅瀬の位置に橋が架けられた。また、日本書紀など数々の文献にも、この橋が登場する。古代の橋が架けられた年代は不詳であるが、神宮皇后の時代には、すでにあったと言われる。201年、神宮皇后摂政元年、高坂御子と押熊王子が反乱。押熊王子は、神宮皇后、王神天皇の母の家来である、竹内宿根の軍に攻められ、 瀬戸の渡りで自害したという、日本初期末期、第9沖永新し姫野村、神宮古号。瀬戸川の春節事業により、1988年、昭和63年、現在の橋より、約80メートル南、下流で橋脚の基礎が発見された。橋の幅は7から9メートル、長さ250メートルと推定される。この橋は、 当時の朝廷の威信をかけて仮説したものとされ、滋賀県教育委員会と滋賀県文化財保護協会は、当時の技術を知る上で有用としている。672年、天武天皇元年、人心の乱では、大友巫子と大天王子の最後の決戦場となった。大友王子法が、橋板を外して、大天王子法を待ち受けたが、突破されて滅んだ、日本初期巻期。 第二十八天の沼原沖の麻人と天皇、天武天皇上。これが、瀬戸の唐橋の文献上の所見である。ちなみに、大津市王江の御霊神社の主催神は、大友美子である。藤原中丸の乱恵美吉勝の乱では、七百六十四年、天平法治八年、宇治から大海を取ろうとした恵美吉勝に対して、後見上広報は、田原堂、貫追跡を通って、 瀬田の唐橋に先回りし、これを焼く。押勝は、琵琶湖西岸の高島軍を北上したが、廃止した、俗に本気巻き、第25巡二天皇。瀬田の唐橋は、藤原秀里、田原東田の大向かげ大事伝説での舞台であり、現在も橋のたもとに雲十字と竜王宮秀里寺がある。中島を挟んだ大橋と小橋の形となったのは、 織田信長の家境寺以降と考えられる。消失後の唐橋を架けたのは、豊臣秀吉で、その時に初めて現在の位置に、大小二教の橋を架けたともされる。ゼゼ藩、本田屋が管理、東海道がここを通った。江戸幕府は、瀬田川に唐橋以外の他の橋を架けることを禁じ、ゼゼ城主に保護管理の任務を課した。1795年、 寛永7年から1894年、明治27年までの100年間で18回の掛け替えの記録が残っており、歌川広重の浮世絵、大見八景、瀬田の石章は王子の唐橋の様子をよく伝えている。1875年、明治8年12月に、国が1895年、明治28年3月に県が共に木造にて掛け替えている。 1919年、大正8年に、道路構造令が交付されたのを機に、翌1922年、大正11年4月に、事業費47万円、当時をかけて事業に着手。1924年、大正13年6月に、これまで木造であった橋が、初めて鉄筋コンクリート製の橋に架け替えられた。1933年、昭和8年に、 国道2号として指定され、1952年、昭和27年に新道路法に基づき国道1号となる。その後、北側で瀬田川大橋が加強され、国道1号の指定を外された。それからも何度か補修された。1974年、昭和49年に本格的な加強工事が行われ、1979年、昭和54年に、 現在の橋が竣工した。橋の特徴である義母子は歴代受け継がれており、文政、明治などの名が入ったものも現存する。1995年、平成7年、瀬田から橋の小橋に右折レーン設置のための工事が着手され、1997年、平成9年に終了した。2012年、平成24年には、当茶色に塗り替えられ、現在に至っている。 古くより交通の要衝であるだけでなく、名所として知られる。最寄りの鉄道駅も、唐橋前駅、京阪石山坂本線と命名されている。橋付近を流れる瀬田川は、水量が豊富で、2018年8月には、観光や片船の運行が11年ぶりに、再開された。また、地元の瀬田商工会が、瀬田の唐橋から、地域活性化を促す目的で近くの、 唐橋公園でイルミネーションを施している。平安時代、歌枕として、瀬田の唐橋は、瀬田の長橋と呼ばれ、長いもののたとえになっていた。そして、長い年月を経て苔むしても決して壊れずにかかる、普遍の橋という印象も持たれていた。戦国時代の武将である、武田信玄は、臨終の際に、瀬田橋に、風林火山の輪が旗を立てよと言ったと言われる。 山を越えれば、京都、奈良に通ずる唐橋が、軍事上の要害として、重要な位置を示していたことが伺い知れるエピソードの一つになっている。江戸時代初期の安楽安作伝、清水省牧にでは、連覇師総長の歌を引用し、急がば回れのことわざの発祥であると紹介している。東から京都へ登るには、矢橋の港から大津への航路が、 最も早いとされていたが、反面、比叡おろしの強風により船で、船付きが遅れることも少なくなかった。瀬田まで南下すれば、風の影響を受けずに唐橋を渡ることができ、日程の乱れることもないとして、これを、急がば回れと読んだものであるという。松尾芭蕉も旅の途上に行ってこの橋を俳句に読んでいる。千利休は、弟子たちの集まっている席で、 セタの唐橋のギボシの中に、見事な形のものが二つあるが、見分けられる人はいないものか、と尋ねた。すると一座にいた、古田織部が急に席を立って、どこかに行き、夕方になって戻ってきた。利休が何をしていたのか尋ねると、例のギボシを見分けてみようと思いまして、早うまで、セタに参りました。さて、二つのギボシは、東と西のこれではありませんかと答えた。 利休を、はじめ一座の者は、オリベの終身の凄まじさに感心した、くすみそうやす、沢しげ集。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。